メティスは、木星の木星内部衛星群の衛星の中で、最も内側の軌道にある衛星。1979年に、ボイジャー1号によって撮られた画像の中に発見され、S1979J3 という仮符号が、付けられた。メティスという名前が公式に与えられたのは1983年である。ゼウスの最初の妻でアリアテーナーの母である。 ギリシャ神話のティーターンの一人、メーティスにちなんで命名された。メティスは木星の缶の中にあり、またほぼ同じ物質でできていると推測されているため、缶の元になっているかもしれないと推測されている。小惑星体に同じ名前の天体、メティスがある。メティスは1979年にスティーブン・ピー・シュノットによって、ボイジャー1号で撮られた画像の中に発見された。 この時の画像では、メティスは点としてしか捉えられておらず、木星探査機ガリレオが到達するまでは詳細は不明であった。その後1998年のガリレオによる観測で、メティスの表面の大部分が撮影され、この天体の蘇生に関する情報が得られている。メティスは60、40、3 4トルの不規則な形状をしている。密度と質量は不明だが、 同じ内部衛星であるアマルテアの平均密度と同じであると仮定した場合、質量は3 6 0 1 6ラムと推定される。この密度は空撃率が10から15%の氷で構成されていると考えた場合の値である。メティスの表面には多くのクレーターが見られ、暗く赤っぽい色を示す。また、 光点の進行方向に先行する半球と高行する半球では表面の明確な非対称性があり先行半球は高行半球よりも1.3倍明るいこの非対称性はメティスの速い光点速度と先行半球への頻繁な衝突により天体内部の明るい物質が表面に露出していることが原因だと考えられているメティスは 長石固定されており、長軸を木星に向け、自転周期と公転周期が同期した状態にある。メティスはすぐ外側の衛星、アドラステアと共に、木星の同期軌道より内側を公転している。すなわち、公転周期が木星の自転周期より短い。そのため、潮汐力の影響によってその軌道は徐々に縮小している。アマルテアと同じ密度を仮定した場合、 メティスの軌道は流体に対する木星のロッシュ限界の中にあることになる。しかしこの天体は破壊されていないため、豪体に対する木星のロッシュ限界よりは外側にあると考えられる。メティスの軌道は木星の主要な管の 1000km 内側に位置しており、500km 幅の空撃の中を公転している。この空撃は何らかの形でメティスと関連していると、 考えられるが、明確な関連性は明らかになっていない。メティスは、缶のゴミ成分の一定量を供給している。木星の主要な缶に含まれるゴミは、隕石衝突によって、木星の4つの小型の内部衛星の表面から放出される物質が由来であると考えられている。これらの衛星は低密度であるため、衛星表面と自身のヒル球の端は近い。 そのため、衝突によって衛星から放出された物質は、容易に衛星から脱出して周囲にばらまかれることになる。ありがとうございます。